よし、バルだよ。今日は動画を見てくれてどうもありがとう。みんなにこれから私が旅をする場所を360度でお伝えしたいと思ってこの動画を始めたよ。バラだよ。ここは東京都町田市の自宅だよ。まだどこにも出かけていないんだ。これはですね、私がこの旅のために買ったバックパック80リットル。これで何もかも詰めて、1ヶ月の夢も希望も詰めて世界中回ってこようって思って、なんでバックパックにしたかって、手荷物に預けられるんじゃないか、身軽なんじゃないか、旅行者といえばバックパックじゃないか、そう思って買ったんだけど、ヤフー知恵袋で調べたら80リットルの荷物を手荷物で持ってくるやつなんていないんだってね。それにびっくりしてしまいました。そして今まだこの中には私が持っていこうと思っているものが 60% ぐらいしか入ってないのに、すごく重いんだ。だから下ろすよ。それでね、まあ、皆さんにもご意見を聞きたい。バックパックで行くべきなのか、それを友達に今日言ったら、はって、なんでいつものスーツケースで行かないのって言われたから、私のスーツケースを紹介するよ。これだよ。この猿でも見つけられる黄色いスーツケースをですね、私はいつでも使っているんです。これは空港でもこんなに全部黄色のやつってあんまりないなって思ってしてるんだけど、これで十分なんじゃないかって思ってたんだけど、まあ長旅だ、バックパッカーって言葉に憧れたんだよね。それでバックパックを買ったんだけど、友達にはいらねえんじゃねっていう、飛行機にも乗らないんだし、どうせ預けなきゃいけない荷物になるんだったら一緒じゃない、そう言われてから、今そもそも背負ってた時よりもとても重く感じています。なのでこれはやめてスーツケースにしようと思うんだけど、どうだろうか。ついでに本当にバックパックにした時はバックパックプラスサイドバッグを引っ掛けて、でこのちっこいガラガラを持ってって、なんか3個持ち歩こうと思ったんだけど、それもどうなんだっていう意見があって、だったらリュックサックかなんか背負ってこれと2個でいいんじゃないかとか、まあみんな好きなこと言いますよ。だけど私は自分が旅に行くんだからと思ってギリギリまで悩もうと思っています。さあ、そんな中で我が家から始まったこれはテスト動画です。これから、来週の日曜日にはですね、アメリカに滞在して3日4日ほど経っている状態になっておりますので、次からは英語で皆さんにご挨拶することになるんじゃないかと思う。おそらくは、私がロサンゼルスからラスベガスに移動しようという時に皆さんにお目にかかると思います。毎週日曜日、夜9時頃めどにですね、皆さんに送りたいと思ったんだけど、時差を調べたら、あの現地時間をそのまま送ると朝方なんだ、朝方に送るのは大変だしつまらないと思ったので、その日のうちにどっかで撮った動画をですね、 YouTube で、日曜日の夜9時に皆さんにお目にかかれるようにアップしようと思ってます。これ360度にしてるのは、皆さんちょっと指をタッチしてこうやってスライドしてみてほしいんですけれども、するとあのタッチパネルの携帯電話だとか、YouTube の上の中でですね、360度見られるんです。だから今よく見ていただくと、私の部屋がいかに散らかっているか、いかに、雑なインテリアかっていうこともお分かりいただけるんじゃないかと思う。やめてくれっていう気持ちです。だけれども、アメリカとかに行ったらですね、北欧に行ったらその景色も360度で見られたら楽しいじゃないですか、というサービス精神でもってこのカメラを持ってきます。ただ今すでにアップを試してみたりとかしたんですけど、すごく携帯が熱くなるんです。これを海外で Wi-Fi も通じるか通じないんだかみたいなところで、こんなに携帯を熱くしながら命がけで動画を送る必要があるのか、それはすぐに分かることと思います。なので360度が1回2回で終わったらごめん。そしたらなんとか iPhone で普通に YouTube で上げます。それでもいいよね、ということで今日はテスト動画をうちの猫みーちゃんと一緒に見てある形で、裏側をコルッとしていただけるとみーちゃんがいますからね、銀ちゃんは今ご飯を食べてますけれども、そんな形で今日は我が家からテスト動画としてお送りいたしました。それで